サムライという言葉が海外で通用するほど、世界中にサムライマニアと呼ばれる方が多数おられます。そこで、日本のサムライの中で一番好きなのは誰か、という海外のサムライマニアの方を対象にしたアンケート結果が、海外のサイトで発表されていましたので、その内容を短い動画ですがお伝えします。Thank you.
侍という言葉が海外で通用するほど、世界中に侍マニアと呼ばれる方が多数おられます。そこで、日本の侍の中で一番好きなのは誰か。という海外の侍マニアの方を対象にしたアンケート結果が、海外のサイトで発表されていましたので、その内容を短い動画ですがお伝えします。